こんにちは、快適アートです。今日はかき氷の宇治金時を描いてみました。今回使う画材です。吉祥の顔彩24色セット、筆ペン、彩色筆、裏面がはがきタイプの画線紙です。それでは筆ペンで線画を描いていきます。まずは筆ペンの線をかすれるように調整しておきます。筆を寝かせてアイスクリームの部分を描いていきます。ぐにゃぐにゃっとちょっと曲がるような形で描いています。途中にある段差のような部分を描き入れます。これも強弱のある線でかすれたタッチを使っています。筆を寝かせて塗ることでかすれたタッチが出ます。かすれたタッチにしたいときはインクが出すぎているとやりにくいので、もし出すぎている場合はティッシュペーパーなどで拭き取ってから使うようにしています。点を打つようにして少し凹凸感を描いていきます。次にアイスクリームの下の部分に粒あんを描いていきます。小豆の部分から描いていきます。線はつなげずに少し途切れた線で小豆を描いていきます。粒あんが乗っている範囲を点線で囲んでおきます。輪郭はあまりきっちり描かないように描いています。あんこがデコボコしているところには点々を打つようなタッチで描いています。次に下の方に白玉を描いていきます。丸い形を描くのは結構難しいので、途切れ途切れの線で区切りながら描いていきます。次に筆をペタッと寝かせて細めの途切れ途切れの線で氷の部分を描いていきます。氷の部分はあやふやな形でいいので、あまりきっちり形を描かないように描いています。次に器のラインを描いていきます。今回は大きくはみ出した構図にしています。厚みの線も描き込んでいきます。氷の部分の描き込みをしていきます。筆をペタッと寝かせてかすれたタッチを使い、影のあるところに点々を描いていきます。筆を横に引きずるような感じにしてかすれた線を出しています。このチャンネルの絵手紙やイラストはすべて私のオリジナル作品ですので、動画を参考にして模写やアレンジを自由に楽しんでください。気に入っていただけましたら、グッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。器の側面の線を描き入れて線画は完成です。次に彩色筆を使います。凹凸を取ります。水を加えてかなり薄めの色味です。上に乗っているバニラアイスの部分に塗っていきます。右上の方は少し光が当たっているので、ここは点を打つようなタッチで白く残しています。白玉にも塗っていきます。これも右斜め上のところに少し丸い形で光を残しています。次に紫と上紫を混色した色を作ります。やや薄めの色味です。粒あんの部分に塗っていきます。粒で描いた小豆の部分は少し光を残して塗っています。この辺はあまり小豆がないので、そのままペタッと塗っていきます。
次に白く残した光の部分を水をつけた筆でなぞって少し色を柔らかくしておきます。次に栗皮茶と紫を混色して赤茶色を作ります。濃いめの色味です。小豆の線画をまたなぞるようにして影を入れていきます。これは特に目立っている小豆だけにしていきます。小豆がないところにも少し点を打つようにして暗いところを作っていきます。いろんな方向に短い線を引くような感じで描いています。アイスクリームの下あたりは少し影が多くなっています。次に本藍を先ほどの濃い赤茶色に混ぜます。暗めの色味です。先ほど影っぽく描いたところに点々と色をにじませてさらに暗いところを作っていきます。小豆の色には少し青みが入るとリアルになるかなと思っています。少し水をつけた筆でなじませていきます。白っぽく目立ちすぎているところなんかを水をつけた筆でなじませる感じです。次に若葉とウグイス茶緑を混色した黄緑色を作ります。髪が透ける程度の色味です。ペタペタっと筆を寝かせてスタンプするようにして彩色していきます。こうすると筆の中の水分量によって濃淡ができます。筆の角度を少しずつ変えながらスタンプしていくのがポイントです。次にセージとウグイス茶緑を混色した緑を作ります。髪が透ける程度の色味です。点を打つようにして影が入っているところに塗っていきます。あんこの下の方は影が多くなっています。白玉の周りも影が多めです。だいたい大まかに陰影が塗れたら今度は筆先を割って描いていきます。点々が打てるようにして点を描いていきます。こうするとかき氷のふわふわした感じが出てきます。下の方で少しタッチが目立ちすぎたなと思うところは水をつけた筆でぼかしています。次に紫と黄土を混色して色味のあるグレーを作ります。かなり水を加えて淡い色味です。筆先を割って点が打てるようにして描いていきます。アイスクリームに陰影を描いていきます。右上の方に光が当たっているので左下の方などを中心に影を描いていきます。デコボコ感を出したいので全体的に点を打っています。下半分は影が多い感じになっています。次に筆先を元に戻して同じグレーで白玉にも影を入れていきます。だいたい下の方に三日月型に影を入れています。影の線が描けたら色の境界を水をつけた筆でぼかしていきます。滑らかにぼかすとツヤっとした白玉になってきます。次に栗皮茶を取ります。濃いめの色味です。器の縁に塗っていきます。
の色や形はお好みに合わせて変えて描いてみても楽しいと思います。次に本藍を取ります。濃いめの色味です。筆先を下の方にして塗っていきます。筆の色は塗っていくうちにだんだん薄くなっていくので、上の方が薄くなるように調整しています。青から茶色のグラデーションのような感じにしています。こんな感じで完成しました。宇治金時、一味違う夏の贅沢と書き入れました。かき氷は夏のおやつの定番ですが、今回は大人でも楽しめる本格的なかき氷を描いてみました。今回のポイントは氷の部分、小豆の部分、アイスクリームの部分でそれぞれタッチを生かして塗っていったことです。ご感想、ご意見、リクエストがありましたらコメント欄で教えていただけると嬉しいです。快適アートのツイッター、インスタグラムをフォローよろしくお願いします。ハッシュタグ快適絵手紙のタグで皆さんの絵も共有してみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。